おはようございます西田渡です。えー、3月13日日曜日っていうところですかね前日収録させていただいております。えっ、ー、と今日はねえっ、ー、と家族でまたお出かけをするっていうところでなので前日収録多分朝一で動いてるのでこの動画が配信されてる頃には昨日もなんか同じこと言ってた気がするな。なので動いてると思いますので前日収録させていただいておりますっていうところで今日の僕なんですけれどもサブチャンネルこちらですねでメインチャンネルも出します。メインンチャンネルはね、えーと40ミリ というう画角を皆様に解説しようかなと思っておりますあの最近マイブームであります外での収録これの装備でこの装備で外で収録してそのままカフェでえっ、ー、と何て言うかな動画編集をしてアウトプットするみたいなことを徐々に徐々にこのえっ、ー、とアフターといいますか今後海外とか行った時にもできる動きを YouTube を配信できる動きを練習していき始めてるっていうね。 M1 MacBook の,、えー、の MacBookAir13 インチを使ってデータ加工してるんですけどちょっと倍速とかでやると加工あの作業するとちょっと重いなって感じ始めてあれっていうこれ何回かやっていってみてちょっとあれっていうものが続き始めると徐々に M1Max の14インチの MacBookPro っていうものが表に出てきそうな予感がちょっとだけし始めてるっていうところで今僕16インチの こちらおっしゃ重たいんだよね。16インチの M1 マックスの MacBook Pro のモリモリスペックですね。最上級の CPU、GPU パワーにえっ、ー、と64ギガメモリが積んであって、今度えっ、ー、と Apple のスタジオディスプレイが来るので、そこと有線で接続してこれをエンジンとして使っていくっていう、えー、戦略なんですよね。なのでこれ、うん、なのでそれで足りなければ末エをスエおききとして Mac スタジオを 買おううかなっていうねもうマックスつ8テラ s s d 積んでメモリーマックス積んでとかって最大スペックは確か90何万とかですよね100万ぐらいっていう。なのでうんそこまでいくか M1 マックスに落として8ラの s s d 欲しいんですよね内蔵でもう全部やっちゃいたくて僕の場合特に動画編集だけ。まあ、えーと データ加工と言いますか、えー、と写真に関してはねサンダーボルト4でソフトダしながら SSD をつないでっていう形でもいいかなと思ってるんですが動画に関してはね内部で動かすとやっぱり明らかに早いはずなのでねそこでやってみようかなというふうには思ったりしているんですけれどもまあちょっとまた膜環境をねちょっと僕の中では今整え中というか考え中ですねあくまでも外で作業して完パケさせるっていうのをちょっと一つねどこでも本当にこう自分の意思 考えというものを配信できる環境下にしつつ、えっ、ー、と撮影行為、行動というものを徐々に徐々に範囲を広げていきたいのでね。自由により動けるようになるっていうのを前提でやりたいので、やっていこうかなっていうふうには思っております。で、今日なんですけども、家族や友人たちとお出かけするのに最適な画角とはっていう <laughs> え。えっとあのテーマ。 画角っていうのは最近のこのあれですよね 20mm28mm20mm24283550、えー、とかっていう画角ありますよねこの幅いっぱい写ったり狭く写ったりっていうそれ最適ってなんだろうっていうところで皆様にご提案で結論から言うとこちらちゃんとはい 35mm かなと思ってます。まあ、今の若い人たちは えー、インスタグラムなどでアップする上で基本的な縦位置構図縦位置構図で撮るっていうところで35は狭いって言ってる方も多いとは思うんですけれども、えー、と写真作品とか写真っていう考え方で言うと僕は35かなと思っております。系ででで引き絵縦切ると4対5の 比率になるので結構広く撮っておいて後で縦カットっていうようなねそういったえとインスタグラムメインで考えてる人はそういった構図で撮るんですけども引き受け取って後でトリミングっていう前提だと結構集中してえと画角構造を最初から一発で追い込んだ方がやっぱ写真の力っていうのは強いんですよね。なのででそういった意味では えーとまあ僕は50とか好きなんですけれどもなので僕の中でね家族友人とかと取っていくってなると3 5ミリ何かっていうと逆に言うと結構広くも映るし広く映る,るし、まあ、かといってめっちゃ狭くも映せないみたいな、うん、めっちゃ広くもなくめっちゃ狭くもなくっていうぐらいの中途半端な画角ですがそのぐらいの距離感が家族とか友人仲いい人たちとは ちょっと弾けば全体的な雰囲気も伝わるしあの仲いいからこそグイッと寄ってグイッと寄って撮影ができるってなると意外とね5 0センチぐらいこのぐらいの距離だったりすると意外とここまで取れたりするので、うん、なので寄れる関係家族友人とか。あの 距離感が近いい関係に一番向ててるのは僕35かなとと意外と思ってます。2428とかになってくると本当にバスアップぐらい取り立てると近すぎるんですよねめっちゃ近すぎるから逆にと今度は圧迫感とかさすがに仲いいどこを飛び越えていや近いよっていう風になっちゃうっていうところでそういった意味では35でどっか何か観光地とか行ったとか思い出っぽいところで何かこう背景まで映し込みたい時はちょっと自分がそうだな3から4メーターぐらい下がれば。 撮影できる子供がちょっと前あのいてさすがに 5m6m 離れちゃうとちょっと離れすぎになっちゃいますよねいざ子供とか何か危険なことになった時にすぐに対応できるっていう距離感ってやっぱ 23m かなとそういった時に 23m ぐらいの距離で撮るとある程度背景も分かってああこういうことしてたんだなーっていうことが分かるとでまあ今も流行ってるかな映るんですって昔ありましたよね今もちょこちょこあって映るんですで撮っている、まあ、若いフォトグラファーといいますかカメラが好きっていう方も いらっし映るんですの画角が、えー、とカメラのレンズ自体が3 2 5ミ、mm、リぐらいかな、32. 3 2 3点三とかかなぐらいで作られていましてあれなんで32.5とか3 3ミリとかっていう中途半端な画角かっていうと当時は今はねフィルムで撮って、えー、と映るんですのフィルムで撮ってそれをデータ化してそのままあのスマホに届くサービスとかあると思うんですが当時は。 紙に焼き付けるのが基本だったんですよね。根がしか来ないからなんで写真屋さんに出したらネガの現像とえっ、ー、と紙焼きが来ていたとで紙に焼くときにですね。あの手札っていうかキャ手札版って言って10センチかけ12センチぐらいのサイズなんですけども、えっ、ー、と普通のこの？ フルサイズ2対3の比率なんですが、えっと、手札の場合はまた比率がちょっと違うんですよね微妙に横がちょっとカットされたりするということで、えっと、ちょうど映るんですで、えー、撮りました32 3 2 3ミリで撮ってそしてプリントされてくるときにはちょうどねその画角が3 5ミ、mm、リになるようにチューンナップされていたから実は32 3 2 3ミリっていう風に映るんですって設計されていたんですよねなのでまあ映るんですまあ皆さんも経験あるかもしれませんがあれって えーとめっちゃくちゃ名作を作作作ををるるため作品を作るためめ品のカメラではないんでですよねでもなぜでまだ,だに愛されてるかっていうと、まあ、もちろん軽さとかおっことしても壊れないとかそういったあるいは究極のヘビ,ヘビーデューティー感とかもあったりするんですが実はちょうどいい距離感なんですね。ね35って。とりあえず記録するっていう意味では 35mm の画角って何度も言うように本当にちょうどいい感じなんですよ。あの 背景とかも映りすぎないしちゃんと主題である被写体というかあの人たちがねちゃんとある程度認識顔も認識できるぐらいの大きさで背景もちょうど映えるっていうまあ長年培ってきた。 えー、歴史的なものっていうのはある程度シュリンクされてきますからその最適価格っていうのはやっぱり3 5ミ、mm、リかなと思ってまして。っていうことでね実を言うと今日も家族とお出かけっていうこともありましてあじゃあどうしようかなとどのカメラ持っていこうかな何のレンズ持っていこうかなって思った時に僕が選んだのは今日はこちらなんですよね。EOS のよいしょよいしょ EOS の R5 とこちらよいしょ。E えー、RF の 35mm の F1.8 ってことなんですけれどもあのもちろんね、えー、と例えば2 4 0 5の F4 とかをつけたらもう 35mm だろうが50だろうが100だろうがっていうね自由度は高いんですがつけちゃうと 1.5kg になるわけですよですがこれだとまあ 300g ね 300g ぐらいで、えー、こちらが 700g ってことで 1kg ちょいでこれで持っていけるわけですよねしかもまだコンパクトじゃないですかで今日はえっ、ー、と 室内というよりかは結構、日中外でね家族とアクティビティというか過ごすことが多いと思うのでそう考えると十分に R5 の方が逆にね画素数大きめに取っておいてさっき言った 35mm でとりあえず取っておいて必要なところを抜き出すみたいな行為っていうのも結構ね 35mm ではやる行為というかこれなぜかというとこうライカーがあるじゃないですかあ今、手元にライカないんですけどライカのズミクロンとかでライカといえば 35mm とかって結構言われてるんですよね。 でこれの思想っていうのもあのフィルムカメラの時代からの思想で 50mm だと逆に言うと広く撮れていないと結果的に狭く撮っておくとその周辺はもう再現不可能ですよね。 ですがフィルム時代っていうのはあくまで取っておいてそれからここの部分だけを抜き出すとかっていうデジタルデータの時代になってから抜き出せば抜き出すほど絵があの画質が悪くなるっていうね、まあ、フィルムももちろんねこうやって引き伸ばしてっていうことで多少は悪くなるんですけれどもとはいえそこまでねデジタルデータほどの劣化感はないもともとがこのフィルムを入れて透過して焼きつけるという行為だったのでそれがこうだんだんと大きくなる,なるとはいえそこまでの画質低下はなかったっていうことで結構ねトリミング前提っていうところが意外と あのフィルなのでライカの,あのライカの 35mm っていうのも基本的に一発で勝負っていうよりかはどっちかというと撮っておいて後でここの部分だけ欲しいって言って抜き出すっていうなので 35mm っていう感覚なんですよねこの感覚を皆さんもね結構研ぎ澄ましてくるとですね、えー、と35でしょ35一発で決めるのは本当難しいんですよあの写真をなんていうのかなどん,どん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 訓練すればするほど 35mm で一発は難しいのに気づくと思います。で えとだんだんとですね 35mm で諦めの心で撮影をしていくとですね、まあ、あの辺に気になるものがあった作品とかでもとりあえず撮っておいて後で抜いちゃえばいいやっていうそういう考え方で 35mm 取り組むと非常に心も楽になりますしあとは距離感の近い人と こううやっっっって撮るっててて寄るる。るいととが可能でであれば35ミリは非常に力をを発揮すす客観性を持たせるってなると意外とですね、えー、と画角の背,背景整理が非常に難しい画角になってきて作品撮りっていう意味では僕の場合ですけどもこれは持論ですがあの撮っておいて気になったものを撮っておいてあとでそこの部分を抜き出すみたいな使い方っていうのが基本的な 35mm 作品を撮る上ではおすすめかなというふうには思ったりしておりますね。 なんでいずれにせよ、単焦点というのはある程度覚悟が決まりますのでしかも軽快に動けますよね。今日もこれぐらいの装備でサクサク取っていくのはいいかなと思ってまして今日は R5 と、ね、RF,、えーっと RF 35 mm、の 35mm の F1.8 の STM かマクロですよね。マクロなんで寄ることも可能なんですよね。なで色々のでいろいろと特に RF の 35mm は複合的に使えるのでなのかなりおすすめですし 35mm という画角自体が、ね、家族旅行や 家族とそして友人とかの旅行まあ恋人でもいいと思うんですけどもそういったあの距離感の近い親密な人との、えー、と旅とか旅行とかお出かけとかそういった時に一番最適なのは僕はやはり35かなっていうふうに思っている人です。というところでね今日もすかやかにお過ごしください。西田でしたどうも